ストライクショット。こんにちは、エクストライク中野さらまっちょとベビーかけです。はい、今日はこちらです。じゃん、情報修正。やった来ましたね。はい、情報修正ですよ。まだね、今いるキャラがね、少しレベルアップ向きってなりますよ。はい、というわけでね、アビリティ持ったりと結構ね、たくさんキャラなるんですけども、今回ちょっとね一部ご紹介していこうと思います。はい、お願いします。はい、まずじゃあ1体目、はい、いきましょうか。いきましょう。ガチャ、じゃじゃーん、カルステア、はい、進化ですね。うん、こんな感じになりまして、はい、ポイント、ポイントはですね、大きく変わったのが、クロスレーザー L から、反射クロスレーザー L に変わってますね。変わりました、友情コンボが。はい、というわけで、早速この威力見ていきましょう。見ていきましょう。はい、いいですね。どうでしょう、反射クロスレーザーは範囲が広いですからね。ですね、どこからでも結構全体的にまんべんなくダメージが与えられるので。確かに、いいですね。結構じゃあコルセアの進化の方も使いやすくなりますね。ですね、元々結構ね、使ってたんですけど、そうですよね、元々結構強かったのに、アビリティセットも良くて、この位置からでもね、上の雑魚にもダメージが与えられるので、ボスにも与えられてますね。いいですね。はい、広範囲の友情カンボ。はい、はい、続きまして、ラブゾンビジュリエットですね。はい、この子の変更点は、はい、どうでしょうか。まずはアビリティにね、アンチウィンドウが追加されました。お、そしてバランス型から攻撃型に変更されましたよ。はい、攻撃型になったってことは友情コンボの威力が上がったということですね。素晴らしい。なんでね、超強ホーミング8と超強メテオかな、はい、の威力がアップですよ。ということなので、早速見ていきましょう。見ていきましょう。15万がっつり超強メテオが入ってますね。入ってますね。うん、素晴らしい。強いね、やっぱ超強メテオとかいいよね。あ、スプーミングも出てるし、超強メテオがかなり威力アップしてますね。アンチウィンドウも、アンチウィンドウも、はい、確かに自然と自然といつの間にかやってますよ。ですね。お、上のホワイトリドラも倒しちゃいましたね。はい、というわけで、はい、お次のキャラはこちら。こちらです、アリババの進化でございます。はい、変更点は、変更点はですね、マインスイーパーが M になりました。もともとは、もともとはマインスイーパーですね。あ、無印が、はい、マインスイーパー M になっております。なるほど。はい、そしてね、魔族キラーも、魔族キラーから魔族キラー M に、M に変わっております。いいですね。いいですよね。両方 M になったんですね。はい、そうです。そしてね、バランス型がね、だったんですけど、そこも砲撃型に、みんな大好きな、みんな大好きな砲撃型にそこが分かんない。これ M のはずなのに。はい、じゃあショットガンが威力がアップしているということですね。そうです。ショットガンちょっと見てみないと分かんないな、これな。そうですね、どんぐらいのダメージいくか、しかも魔族キラーが M、それがね、友情コンボに乗るので、あ、そっか、はい、ゲージじゃないので、そうです、乗ってくるということですね。はい、はい、じゃあ早速もろもろ見ていきましょうか。見ていきましょう。はい、えい、おお、あ、弱点じゃないのに61万ぐらい、まあ打撃も含めてなんで、はい、でも50万近くは出てます。50万近くは出てますね。どんどん体力ギューって減っていきましたよ。アリババ欲しいマジか、強い、強いね。キラーガンのもう M になるだけでこんなにも、あ、強い強い強い、これは強い、これは強い。強いね、アリババ。いいですね、使いやすくなりましたね。ね、えい、うわ、溶けてった、ゴーストが溶けてった。弱点近接で、はい、ショットガンいったら120万出てましたね。えぐびっくりした、びっくりした。こんな強いと思わなかった。キラー M 乗るとこんなにすごいですね。すごいですね。ロマンありますね。ロマンあります。はい、はい、お願いします。 SS いきます。おい、いきますよ。遅延ですね。遅延ですよ。よいしょ。
175万、なんかまだいけた感。いけますね、漂ってたね。全然いけますね。魔族キラー M が大暴れしましたね。威力アップしますね。前線も、ね、全体的に M になってるってことなので。そうですね、かなり強化されましたね。ですね、アリババちゃんいいと思います。はいはい、いきますか。はいはい、続いては降臨キャラでクラーケンでございます。神化ですね。神化ですね。はい、こんなんなんですね。こんなんなんですよ。私この緑の部分好きです。かっこいいですよね。美味しくて。あ、美味しくてそっちでそっちなんですね。もうで、変更点は、はい、変更点はですね、もう友情コンボ見ていただいたら分かると思いますけど、ツインワンウェイレーザー EL になりましたよ。今までだとジックフリートの重心化だけですかね。しか持ってないんですね。そうですね。降臨ではもちろん初ということで。もちろん初です。これどれぐらい威力出るのか気になりますね。そうですね、見ていきましょうか。早速使っていきましょう。はい、ゴー。おっ、58万。1本かな。1本ですね。よいしょ。なんか知らんけど強い気がする。なんか知らんけど100万ぐらい出てる。いろいろ混ざっていろいろ混ざって100万ぐらい出てますね。よいしょ。ギャー、72万。すごいね。いいですね。魔王キラーも乗って、うん、そうですね、のダメージですね、はい、友情コンボに刺され。おおお、え、なんか100万ぐらい出てる気もするよね。出てる気がしますね。なんか友情コンボも込みとか打撃も入ってるけど、うん、はい、まあ、結構がっつり弱点取られると100万ぐらい行くんじゃないですか、出るようなトゥインワンウェイレーザーでございます。素晴らしい。はい、こちら魔王キラーも乗ってのダメージでございます。はいはい、はい、というわけで、うん、ここからはステータス画面、はい、をお届けしていこうと、はい、思います。します。変更点だけね。変更点だけお知らせしていこうかな。はい。はい、ではまずこちら、じゃん。ガチャキラからいきましょう。はい、ビリーザキッド。はい。の進化でございます。進化でございます。はい。変更点は？変更点はですね、ゲージ見てください。アンチ魔法陣がつきました。これは素晴らしい。輝きそうですね、どっかで。そうですね、アンチダメージウォールとアンチ魔法陣の組み合わせっていうのが、うんうんうん、まず結構少ないんじゃないですかね。なるほど。木では初か。え、そうなんだ。そうですね。へ、いつかなんかこいつじゃないとって時は出てきそうだよね。そうですね、うん、いいシーンがあると思います。はい、はい、こんなビリーザキッドくん、うん、じゃあ続きまして、はいはい、続きましてこちら、じゃんじゃん、三蔵法師の進化でございます、はい、進化でございます。はい、変更点は、変更点はゲージにアンチワープがつきました。ということでね、結構前は闇属性対戦の闇属性キラーってことだったんで、うん、太陽ギミックが結構少なかったんですけど、確かにそこにアンチワープが加わることによって、うんうんうん、いける幅が広がって広がってますよ。確かにアンチギミックね、あるとね、うん、いいですよね。いいと思います。はい、っていうような三蔵法師ちゃんでございます。はい、はい、続きまして、はい、家康様でございます。こちらですね。はい、こちらどうなりましたか。こちらがマインスイーパーから、うん、マインスイーパー L に、え、これはこれも通り越して、あ、通り越して、はい、L になられたということで逆かな逆かもしれないです。 L になりましたよ、相当、はい、特化型というか。そうですね、でも重力、アンチ重力もあるからね。ですです。へ、使いやすくなりますね。使いやすくなります。メメントモリとかでもね、使えるとの噂が。確かに、はい、より良いですね。はい、はははというような感じですかね。はい、ジョーカー、はい、進化でございます。はいはい、この子は何が変わりますか。この子はですね、調教ホーミングが8から12に変わりました、うん、どれぐらい変わるんでしょうね。多分12なんで単純に 1.5 倍ぐらいは強くなってるのかなと思います、うんうんうん、なるほど、はい、これまでよりも 1.5 倍ぐらい強くなったという、はい、ことですね。です、はい、はい、というわけで、はい、この子ハートのジョーちゃんでございます。です。はい、この子の変更点は、この子の変更点はクロスレーザー L から反射クロスレーザー L に変わりました。この子も、この子もなってしまったんですか。反射クロスレーザー L に降臨ですよね。降臨です。なのでね、バランス型の降臨キャラでは多分初の反射クロスレーザー L に、そっかそっか、はい、バランス型だと初ということになってます。はい、はい、キララ大佐の進化でございます。はい、この子は、この子はゲージがつきまして、おアンチブロックがつきましたよ。近頃噂のアンチブロックがついちゃいましたか。アンチブロックつきました。え、いいですね。いいですよね。どこに行けるようになるのかな。いろいろ行けるようになるんですけど、つくよみゼロ
とかにもアンチ重力なんでね、いけるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、確かに良さそう、うん、音楽にいかがでしょうか。いかがでしょうか。はい、はい、のっこちゃんでございます。のっこちゃんの進化、はい、進化、うん、こちらもですね、うん、ゲージにアンチブロックがつきました。うん、まねっこ、まねっこですよ。じゃあこの子ももしかして月読みゼロにいけますよ。いけちゃうのか。はい、光なんでね、より、はいはい、なんだったら強いかもしれないですね。うん、なるほどですね。はい、はい、ということで、はい、今回動画でご紹介するのは以上に、うん、以上になります。なります。その他にも、うん、情報修正のキャラはいるので、うん、はい、そうですね、はい、ぜひ公式サイトで詳細ご確認ください。もし持ってる方はね、はい、うん、チェックしてみてくださいね。ぜひチェックしてみてください。はい、ではじゃじゃん、情報修正キャラ一部ご紹介いたしました、うん、はい、ではバイバイ、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は登録をお願いいたします。次はどっちの動画に行く？